僕らの国会。みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。今日はすごいハ,ハイテンションでしたね。そうでしたね。はい。はい、あ、今日は見習いしたから一つ。お知らせ。あ、はい。うん、これでしたね。そういえ,えば、そういえば。えっと。じゃ、あの、青スポを。はい、青スポの。いや、青スポってなんだって格好の、やっぱりね。<laughs> そうですよね。トラニュースやめて、どれ、一年経ったのかな。経ってないの。 立ってますね、立ってます。全然立ってます。そうそう、もうご覧になってない方がやっぱ現れて、青スポって何ですかってのが来るようになったんですけど、青山スポーツ劇場ですか？知らない。あれはあの虎ノ門ニュースの岡本ちゃんっていう優秀なディレクターが突然青スポって名付けたんですね。名付けてくれたんですよ。元気かな、岡本ちゃん。それでその例えばあのアルペンスキーでこうあのプレジャンプって言いまして、あの こうダウンヒルって一番極端なやつでこうジャンプで作ったんだけどジャンプしたら死が待ってる、ねはい、板の下に空気入るからだから自分で勝手にジャンプしてかすめて飛んでいくわけね、うん、どうしても飛んじゃうからそれプレージャンプっていうんですけど、はい、それを実際の動作で見せたりしてで、はい、飛んで見せたり <laughs> でそれが結構みんなによく見てもらったんですけどその。 チャンネル登録がいつも三浦さが言ってくれてるチャンネル登録が10万を超えたらやるって約束になってるのにもう人人超えたんですすよ <laughs> そう14人ぐらいいになってまやもうさっき見たらあの本当は 14, 14万6千人になってたから、はい、やんなきゃいけないんですよね。でもこの「無関熱」の状況下で、うん、やっていいのかなってやっぱり思って、うん、ちょっとブログで皆さんに聞いてみたらですね、はい、も,うものすごい数のお答えいただいたんですけど。うん その最初の12時間で来たぐらいなんでこれはい12時間でど,どれぐらい読むのかメイラストに任せますけど今送っていただいたのが1234、うん、つですがじゃあどうぞお任せしますえっと「青スポ忙しい中だとはお察ししますが、うん、ぜひ青スポを始めてほしいです私はトレーナーかっこメディカル治療を仕事にしているので大変!」プロ はい興味があります、うん、頑張ってくださいあそういう視点のアオスポも確かにありますよねで、ア、え、オ、ー、スポについて、うん、青山さん発信ありがとうございますアオスポ希望します、はいうん、私はスポーツに疎いですがアルペンスキーやモータースポーツなどの青山さんの、えー、お話が大好きでした、えー、青山さんの実際の動きもされてのお話へえ、そうだったんだと目からうろこでしたアオスポで今まで興味のなかった 競技が身近になり、うん、競技者の真摯な姿にも感動しました。青スポ再開お願いします。こ,こ,これは、はい、スキーの板とか靴とか、はい、本当はこういう風になってるんですとか、はい、ストックとか、あるいは車のハンドルとか持ってこなきゃいけないですね。これ,これ <laughs> だって実際のが見たいとおっしゃってるから。<laughs> そ,そうですね。うん、じゃあそういうやろう。<laughs> あえどうぞはい。はい えー、青山議員いつも国益のためにありがとうございます青スポをやるべきと思います、はい、飲食店や観光業、タクシー、バス、航空業界そしてオンライン授業を余儀なくされ、うん、本来のサークル活動などを通した人格形成ができず孤独な学生、うん、みんな心の灯火が消えようとしています、うん、一宮を照らす最、えー、長さんの言葉この言葉が私は好きです、うん、自分の心の灯火で周りを明るくする 胸だと思いますが、今こそその時ではないでしょうか。いいことをおっしゃるなあ、はいはい。あとはですね。それぐらいですか。ペルー事件とジョのレッスン。は,はい。特に印象残ってます。うん、以前トラノモニュースで。うん このことを話されていて大変印象に残っています、はいうん、初めてサテライトスタジオに見学に伺った時かと思いますうん、うん、帰り際青山さんから乗馬を勧められてそれ以来馬に興味を持つようになりました青<ー>スポで乗馬や、えー、その他のスポーツの話を伺いたいです最後になりましたが日々身を苦にして日本国と国民のために働いてくださりありがとうございます心から感謝申し上げますという感想ですペル事件の時にあの貴族社会に入り込まないと情報を取れないと言われて あれこれこ試して全部ダメで、はい、まあ最後の方だったけどあの馬に乗ったら入り込めるって言われてですね、はい、詳しい話またじゃあしますけどそれで実は三浦医者が千葉大学の体育会のバイオツブなんで、はい、その4年間も本当に大変だったっていうのは、まあ、多少馬知ってるから想像つくんだけど、はい、それも、うん、やりたいと思いますし「はい、ペルー事件とは」っていうねあのこれ唯一僕は唯一もないけど本にしてないんだよね。 それぐらい深刻ではあったんで、えーはい、そ,そういう話も少しできるかなと、はい、で単純なアウトポンもいいですよね、うん、じゃあスキ,スキー板持っていくの結構大変なんで <laughs> 最初はスキー靴ぐらいにするか <laughs> 普通のスキー靴と競技法は何が違うのかというはいはいはい、はい、じゃあ,あの、はい、まあいた あのさっき言いました通りコメントに本当にこんな頂い,いてるんですけど結構これ読むの楽しいんですけど「やるべきじゃない」っていうのは100件に1件もなかったと思うねう1,000件はさすがに言ってないけど、はい、100件は超えてますけどもものすごい数の中で1つあっん、はい、だからまあ希望の方多いんで前向きになんかどっかのトーみたいな前向きに考えたいと思います。<laughs> さあ今日のテーマ、はい、一段と大事なはい、はい、そうですね、うん、えっと今回のテーマですがえ4月2回目の開催となります北朝鮮による拉致問題対策本部が4月の21日に開かれました今回はこのテーマでお願いしますあ2回目っていうのはまあ今月に今月ですはい今月ですね北5月ですけ4月に2回目っていう意味なんですけど、はい、えっと事務局長が北村恒夫さんで。えー 山こっちはもう政府側ですけどもあの、まあ、両方とも守る会にとっても重要な人で山谷さんは執行部の一員ですよね、はい、それでこの党の対策本部で大事なのはこの救う会の西岡さんやあるいは特定失踪者問題調査会長あ調査会代表ですねの荒木さん、はいはい、お二人とも僕の盟友ですからそしてさらに 特定失踪者家族会の事務局長の竹下さんで本当はですねあの家族会の方もあのお見えい,いただくんですけど、はい、これはあの無関熱対策であのいろんな調整をなさっててとりあえずこの日はこのメンバーになったんですよね本来は家族会も必ず来られます、はいうん、それであの、えー、僕が一番紹介したいのは荒、はい、木さんの発言なんですよね荒、はいえー、木和弘さんで。 荒木さんの発言を私の責任でこれあのそれでもちゃんとメモを取ってるからメモに基づいてご紹介すると、はい、まず「永田町と霞ヶ関は拉致被害者の救出にとって、えー、役に立たないどころか阻害要因だと」と阻害つまり困難にしている要因そのものだということがこの頃痛感されますと、はい、これ実は荒木さんはあのメールマガジンも出しておられてですね読んでない方はぜひ読んでください。 そこでも、まあ、はっきり書かれてて、僕との一対一のやりとりでも、こうおっしゃってて。まあ、苦しんで苦しんで挙句に、こう言わざるを得ないと。い。う意味なんです。で、僕はそれを受け止めつつも、荒木さんに問題提起しているのは。あの、荒木さんは議会制民主主義そのものの疑いを持っていらっしゃるから。荒木さん、申し訳ないけども。議会制民主主義、を本当に貫徹、とことまでやったと言えるでしょうかってことを。 まあ、あのほぼ聞いてる方全員が荒木さんに味方されると思いますそれで正しいです僕はあの今の自分の生き方としてもあの僕自身も選挙で出るのが嫌で嫌でずっとはっきりと回避してたわけですけどそれをやむを得ず出てこの中,中に入ってみてやっぱり議会制民主主義をとことんまでやろうと思ったら主権者であり続けるのも大事だけども荒木さんも含めてやっぱり議員になるべきだと思う僕はそれを荒木さんに、まあ、問題提起してるんですけれども。 そこから始まってお話はですね、はい、その最近、うん、その日朝国交正常化これ議連があってですね、えー、僕は入ってませんけれども、うん、この議連が活発に活動していると、えー、つまりその国交正常化がないと拉致被害者は帰ってこないのでこの総理をはじめ政府側が行けないんだったらこの議連から行こうって話をもう記者会見もなさっておっしゃっているんですが。うん それに対して以下荒木さんの言葉ですよ僕の言葉じゃなくてその「何人かでも取り返してもらいたいとは通説に思いますと」と同じですよね。しかしあの体制と国交を正常化すると逆に人権侵害に手を貸すということはどうぞお,お忘れなきようにというふうにおっしゃったんですね。はい、それは1点目。2点目はですね。A が恵みへの誓い これ素晴らしい映画なんですけど、この映画館が増えるように協力してくださいと、それから制作委員会に対する支援メッセージもお願いしますと、でこれはあの僕らあ拉致問題対策本部に集まった国会議員に向けてのことでもあるし、まあ、皆さんに向けてのことでもあると思います、特に制作、はい、委員会の支援メッセージっていうのは、本当に勇気づけられると思いますから。えー、3つ目が消火税消火税っていうのは 私たちの側から北朝鮮の内部に届くようにやっている放送なんですけれども、えー、これをその荒木さんが努力されて、加藤官房長官にその出てもらって、メッセージを言ってもらったと、これ実際もう実行されたんですよ、だから加藤官房長官の拉致被害者を救出するためのメッセージが北朝鮮の中にとにかくもう流れたと思われます、なかなか確認できないんだけど。ただそのの時にその荒木さんの希望としてはね、 今後のことを考えると北朝鮮内部に協力者を作らないといけないので、うん、あのその協力者になってくださったり支援するということを官房長官としてつまり拉致問題担当大臣としておっしゃってくださいと頼んだけれども、はい、加藤官房長官は真剣に考えてくれたけれども最後は外務省がだめだと言うからできませんという話になったので、うんえー、これを変えてくださいというこの3点、はい、あプラスだと実は2点あってですねあの4つ目は 総理が拉致被害者の家族にはお会いになっても、特定失踪者、つまり政府が拉致被害者と認定できてない、政府認定はわずか17人ですから、17人のわけはないんで、まあ、政府の認定だけだと、そのうち5人は一応帰ってこられましたから、残り12人の問題になったんですけど、そんなことはありえないわけですよね、もっと多いです、だから、その特定失踪者の方に、菅総理、会ってくださいと申し入れているのに、会ってくれないと、これ、なんとかしてくれませんかと。 点目で最後は国会の拉致問題特別委員会があのなかなか開かれないのをどうにかすべきだとその通りで、えー、っと僕はかつて拉致問題特別委員会の理事だったんですけどこれあのこういう人事はあの自分の希望だけで動かないからこれは今外れてしまって委員からも外れてしまってるんですけどこれは何で開かれないかって最大の理由になってるのがその大臣が揃わないんですよね。というのは外務大臣と拉致問題担当である 官房長官が二人揃わないと、基本的に委員会開かないっていう。えー、まあ、約束事になってるわけですよ。約束事っていうのはルールじゃなくて、まあ、習慣みたいなもんですけれども。習慣、うん、というか慣習か。ただ。この僕う荒木さんとそこ意見同じなんですけど、副大臣であってもですね。うん、あの。まあ、できるだけ政務官ではない方がいいです。政務官と副大臣って実はすごく開きがあるんですよね。副大臣は。あの、天皇陛下に認証をいただくけれども。 政務官はそれありませんからね、うん、まあだから副大臣まで広げるとあのもっと可能性があると思うんでもっとその北朝鮮に間違ったメッセージを送らないためにも特別委員会をちゃんと開いてくださいと以上5点の,あの問いかけがありました、はい、でそれに対してさあ,あのこの質疑とあるところでここまではの発言するあ忘れないように竹下さんの発言も紹介しておきますと。はい えー、特定失踪者を取り戻すためにまず一番目はまず日本国内に壁がありますとでそれはその拉致被害,者被害者として認定されている人と認定されざる特定失踪者の間に大きな壁があるっていうことが中心なんですよね。したがって、えー、竹下さんはとっても人柄のいい方ですけど2つ目として、えー、この認定を求めてですね行政訴訟をやらざるを得ないと。うん それで実は一旦強制訴訟を起こしましたとその通りです。で、2年後に取り下げましたとその通りです。これ取り下げたっていうのは、要はその日本国民と政府が争うするんじゃなくて、政府が努力してくださいっていう意味で取り下げたんで、このちゃんと認定を進めてくださいってことを避けたわけじゃないという趣旨のことをとっても竹下さんらしい穏やかな優しい言葉でおっしゃったんですよね。はい、さあそれを受けて、えここまでの発言を受けて質疑に入ったときに。 まあ当然、真っ先に手を挙げて、えーまあえー、3点に絞って他の議員の発言時間を確保されるように3点に絞っていったんですが、えー、その時にまず言ったのはですねあの今から私が言う意見というのは荒木さんと共通する部分はありますとただし荒木さんと何の打ち合わせもしてないさっき言いました一対一も議論しただけであって例えば拉致隊で,でこういうことを言おうとか、えー、そういうその水面下の擦り合わせって一切してないんですよ。 で荒木さんにしないよとは言ってないけど、僕はなるべくその水面下の動きっていうものは絶対必要ですけれども、しかし見せるべきは見せるべきとも思ってますから、荒木さんと何も事前にすり合わせをしないけれども、一致できる点があるのは、拉致問題対策本部の山谷絵理子本部長をはじめ、首脳陣もあの出てる平場の議員の方々も了解してくださいと言った上で、3点申し上げたんですが、まず、 菅総理は特定失踪者にすぐ会うべきですと。失踪者の家族ですね、すみません。はい、それで、えー、この対策本部でも申し上げたのは、ずっと僕らに働きかけしてますと、それだけじゃなくて、直接、特定失踪者のご家族に会ってくださいということも申し入れましたと、まあ、ほとんど回答らしい回答がないんですよね。で、この例えば、荒木さんの発言に対して、政策側の答弁ないんですよ。 竹下さんに対してもそうだからあの僕に対しては答弁しなきゃいけないです、うん、これはあの議員内閣制に基づいてですねえこれも党の正式機関ですからねこの対策本部も、はい、でそれが一つ、えー、一つなんですがもう,もう一個付け加えて言うとあの皆さん誤解なきように、えー、菅義偉総理ご自身は僕の理解では拉致被害者の救出に非常に強い意欲と義務感と、うん、えー 関心なんて言葉じゃ言えないですそれは傍観者じゃないんで、それはすごく持っておられます。はい、それから、安倍総理からのやっぱり引き継ぎ事項でもあるわけですよね。で,すねで、あの官房長官時代に担当大臣なさってたわけですよね。で、それがそあのいや官房長官時代には拉致被害者の家族だけじゃなくて、特定失踪者の家族に菅官房長官お会いになってるわけですよ。うん それが総理になったらお会いにならないっていうのはこれは明らかに北朝鮮にとっても間違ったメッセージになるし特定地質層者のご家族にとっては深い失望にもつながるわけですよね。だからそれは変えちゃいけませんと政府認定が万能なわけはないとあいうことを申し上げましてでさらに、まあ、この時に僕はあえて申し上げたのはですね、あのー 警察からですね警察庁も出てるわけですけど、はい、警察からね例のご存知の,の8 3 0数十人って数字が出されててね北朝鮮に拉致された疑いのある人々としてでその中でその400人、うん、4 3 0十人分だけウェブに上げてあるわけですよねはいこれ何意味すると思います何を意味すすするかか、うん、めちゃくいいででけどえーとなんですかね 調査をあまりし鋭いねやっぱりね井上さん。これまずですね、うん、あのいろんんな考え方あるんですよただし僕なりにあのこの件でもいわば現場としてやってきた民間時代からやってきたことでいうとですね一つの大事な現場っていうのはその都道府県警の警察官なんですよ、はい、警察庁の偉い人じゃなくて。 ましてて閣僚じゃなくく警察官の現場感覚すすごくあるわけです、うん、昔から北朝鮮だと思ってたつまりその産経新聞がのアベックもう死後になってる、はい、カップルのことですよね失踪事件が来たじゃないかって正規、まあの大スクープなんですけど、うん、それを出す前からこれ北朝鮮じゃないとこのやるわけないと思った警察官がいて、うん、亡くなった人もいるしもちろんリタイアされた人は非常に多いし受け継いでる警察官もいるんでそういう人たちの間を、まあ、長年かけて回っていったんですよね。 その時にほぼ共通してんのが、ね。今今あ今の時点で共通してんのがね。八百何十人もやれるわけないってわけです。で、北朝鮮は工作国家で工作ばっかりやってんだけど、それにしても八百何十人をあの奪っていく能力までは持ってないと。だからもっと少ないつまり絞り込む必要があると。大体ウェブに乗ってるのは四百何十人ってこと自体がじゃあ残りの方はどうなるのかと。でその その仕分けもあんまり区別がでできてないわけですよだから三浦氏が言ったその実はあまり調査ができてないっていうこととも関連するしそれから初動捜査の誤りによってよく分かんなくなった人もいてこれ荒木さんがすごく追及するから警察は荒木さんをすすごい嫌ってるわけですよ、まあ、僕はその間にいるようなもんですけれども荒木さんは僕何も知らないけどただ初動捜査の誤りってあのいっぱいありますからね。 拉致事件だけけなないいってこともももそそありえないわけですよ有名なグリコン森永事件だって、まあ、初動だけじゃないけれども、うん、ね捜査って人間がやってるものですからいつも完璧ってわけにいかないからあのここは間違ってましたってことを認めて前進するしかないんですけど、うんすね、とにかく日本は警察とオールドメディアと政府が、まあ、政府はまだマシかそれともオールドメディアと警察それから検察か一番誤り認めないよね。 でも誤りの実数でいうとこの3つが多いんだよ。検 <laughs> 察はさちょっとかわいそうかう警察はこれ警察が貶としめて言ってるんじゃなくて僕警察官の味方なんで最初は全く分かんない状態でやるわけですから検、ね、察は警察官の苦労が整理された状態で見れるけどだからそれ初動捜査特にいろいろ起きますよ警察官も日本では24万しかいないんですよ1億2400万もいるのに。ね、はい それで話を元に戻すとですね、僕の発言の中でだからこういうのもあの政府がこうやってるからそうですねっていう党の対策本部でいいと思いませんとこれは当然絞り込みをしなきゃいけないし例えば荒木さんがさっき言いました代表を務めてる調査会でもですね千番台っていうね、はい、三浦市長はさすがに知ってるけど千番台っていうのはあの要するに極めて疑いが濃いっていうやつなんですよ。 荒木さんだけではなく荒木さんをはじめとしてその特定失踪者問題調査会ってのはそれこそ現場主義で今も徹底的に海岸や町を歩いて歩いて歩いて事件の再現までやってるわけですよ。はい、それ動画になったり荒木さんのメルマガにあったりもうあ,あえて言うとものすごく水準が高いもので,、うん、でその水極めて水準が高い調査本当に我が身を犠牲にしてやってらっしゃる調査で千万番台っていうのは極めて疑いが濃厚なのに。うん 政府が認定しないわけですよね、はい、でこれは僕の後の質問にも関係するんですけれども従ってその特定失踪者だから総理になっちゃうと合わないっていうのは絶対おかしいのでこれあの対策これ党の対策本部ですから政府にも対策本部あるんですけど党の対策本部として提言をまとめて、うん、特定失踪者に菅総理あのお会いくださいっていう提言をまとめて、えーえー、山谷絵里子本部長をまあ中心にそれからあのいつもひな壇にいらっしゃる。 古さんね僕の長年の盟友の盟友中の盟友の古谷さん拉致問題担当大臣をなさってしかしてアメリカに行って本当に苦労してこられた、ね、交渉に行って古谷さんなどもじっと僕の目をご覧になってたけどこれ対策本部が具体的な提言をまとめるべき時期だとそれから2つ目はこの潮風にこの加藤官房長官のみならず総理がお出になってこの拉致被害者の発見と救出に協力してくれた日本政府は支援しますと。 いいうこととをやってくださいと、うんね、それはもうすぐやろうと思ったらできるんであの外務省は外務省の判断あっても総理が決断なさればできることですからやってくださいこれも党の対策本部として提言にして出してくださいとそれから最後これも大きな問題で認定のやり直し、うん、ねだからさっきの8百何十人っていう認定やり直しの声が大きいので8百何十人は可能性があるって言ってこう済ましているわけでそこから全然進んでないわけですよ。うん 北朝鮮との交渉が進んでないだけじゃなくて、拉致被害者の認定も止まっちゃってるわけですよ、はいね、残り12人で止まってしまってる、でこれを安倍総理の時代からもずいぶんあの激しく詰め寄ったりしたんですけど、安倍総理だけじゃなくて、あのさっき言いました、その現場の警察官や、あるいは警察庁の首脳陣にもあの直か談判をしたんですけど、共通してる言い訳、言い訳だけではなくて、その本音としてもですね、一件でも間違ったら、 北朝鮮がそこに食い込んできてほら全部嘘だと必ず言うからもう本当にあの石橋を叩いて叩いてたいて,叩いてこれ絶対大丈夫という人しか認定できないのでアレクソンの言ってることはわかるけど千犯罪もわかるけど実は石橋を叩くっていう意味ではまだ不安があるということをあの、えー、良心的な人ほど僕に言ってくれたわけですよ。それでまあ気をつけて話しますけど実はあのー。 もう間違いないという拉致被害者で実際に拉致されてたとこれ僕の責任で申し上げますがそのご兄弟がいらっしゃって、はい、お兄ちゃんお姉ちゃん弟妹で一切言わないですけど特定されちゃいけないんでご兄弟がいらっしゃってそのご,ご兄弟が実は多分生活苦からだと思うけど暴力団に属しておられてかつて今は違うんだけど。 そそれでの暴力団の手によって、えー、いろんなことが起きたそうするとその暴力団組員だった人の兄弟が僕は拉致被害者だと考えているんですがこの方も暴力団によってその拉致されてるんじゃないか場合によっては、ね、それ以上のことがあったんじゃないかっていうこの疑いが消せないでいてでも 政府ははそれれででもこ、ね、この件については踏み切ったんんすよもうこれ以上申しませんが、はい、だからあの知らん顔してるわけじゃなくて例えばこういうあの極端な例じゃなくてもね家出の可能性とか、はい、例えば蘇我ひとみさん皆さんご存知の、はい、最初に北朝鮮から連絡してきた時にはあの蘇我ひとみさんって誰か分からずに僕にも電話かけてきたぐらいですから家出と扱われてたんですよね。はい だからその慎重になっている理由はある程度理解しつつも、少なくとも今までの認定を全部やり直す、で千番台を中心に官民連携しやり直すことが必要ですというお話をしたわけです、ちょっともう時間がなくなってきちゃってるんですけれども、政府側がどう答えたかというと、まず特定失踪者に総理が会うべき問題については、政府側の答えは、これ、内閣の審議官から答えがありましたが、何度も要請はいただいてますと、確かにと。 菅政権発足当日も荒木さんから要請文書が来たし10月にも要請文書を受け取っていますと確かに受け取っていますとで加藤官房長官とも相談した結果このまずは担当大臣が会うとだから今官房長官の加藤さんがお会いしてるんであって、えー、まずはそうなんですという話で止まったんですよねこれ答弁って言えないですよね、はい、それから次はその協力者には支援するというメッセージについては えー、これは北の当局もこの放送を傍受してます、なん当たり前なんですけど、従って、えー、この当局が傍受したときに協力しようかと思う人にどういう影響が出るかと思うと、踏み切れないで言いますとで、こんなのは僕らは言われなくても役目承知なわけですけど、うんあの、リスクのないことしかやらなかったら、救出できませんから、これも僕は正しくは、さっきのも答えが途中で止まってるけど、これも答えが途中で止まってると思うんですよね。うん だから3番目の,その認定やり直しについてはこれはあくまで法で手続きするものですとそこが止まらなかったと思ったらどうなったかとは言わないけどこの件の答弁を政府側からししかし最終的には総理がお決めになることとですとこれはつまり役所の中でもいろんな官僚の中でも総理が認定やり直すと決断してくだされば認定やり直しは やりますと、うん、やらなきゃいけないと本当は思ってますということなんですよ、はい、800何十人がほぼありえないだろうっていうと同時に17人だけってことこれはあえて言ってはいけない言葉僕は普段言わない言葉で言うと絶対にありえないです、うん、ありえないです17人ってことはだから総理の決断のみですだからこれも僕はここであのあのの不規則発言をして今のも提言に入れて、うん、党のこの対策本部は提言まとめて総理にあの出しましょう、うん だからそうですね。ああ、山谷さんと古谷さんは、まあ、ずいてはくださいました。うん、はい。え党の政治機関なんで、いろんなところを図らなきゃいけないですけど。今、こういう現状です。うん、はい。はい。その、今、武漢熱とか、あとはもう各国の北に対する制裁で。北朝鮮が、こう、かなり苦しめられていると。窮地に立たされている状況だと思うんですが、そういったところで、こう、日本政府がどう、これから、まあ。 うん、長期的っていうのも嫌なんですが本当に北朝鮮から拉致被害者を取り返す戦略を立てているのか,なんかそこら辺が本当に、まあ、見えない話ではあるんですがちょっとこう考えてないんじゃないかっていう気がかりで仕方はないんですが見えない話って言いながら、まあ、ある程度僕は見てるわけで、はい、その実感から言うと三浦首相の言ってることに非常に近いんだけどただし、君の発言をこう修正するわけじゃないんだけど長期じゃなくて今このタイミングしかないんです,、はい、そうですよね つまりずっと中国は裏で支えてるから北朝鮮は拉致被害者を介さずとも済んだんだけど今は中朝国境の封鎖が本当長引いててで変異株の問題でまたその封鎖が強まってるって新しい情報もあってそれと要するに北側の中国に援助してもらえないならアメリカと思ったら大統領が変わってバイデンさんはこの放送で何度も言った通り人権問題熱心だから全然。 手が出せなくなって、うん、しょうがないからまたミサイル撃ったり核実験しようかの話になってるけど結局頼みは日本しかなくなってるわけまた、はい、このタイミングしかないんですよ、うん、それからもう一つはこれあ僕予算委員会で質問した通り拉致被害者の武漢熱の状況も全くわからないわけですよ、うんはい、一人もいないと北朝鮮言ってるからと、ね、いうことになるんだけどでも我が同胞は武漢熱に対してどうですかってことを当然ここはなくても問い合わせをしなきゃいけないんで そのことも、そのことこそ行われてないんですよ。うん、そうすると、長期的という、今しかできない戦略があるのに、うん、それの変化に対応してないんですよ。はい、で、変化に対応させるためにも、今言った基礎的なことをまず総理に決断してもらわなきゃいけないので、うん、あのお願いしているわけです。うん、はい。はい。はい ぜひこの拉致隊も開かれる回数少ないですけどね前回開かれたのが1月ごろだったと思うのでその4月1日の前ですね1月だったと思うので本当にもうこれは本当にご家族がねどんどんなくなってしまっていきますのでそういった方々ご家族に会うことができないと解決だと言えませんからはい。 なので将来カケしてもダメなんだよね。はい。はい、ぜひ水面下の動きも含めて、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい。では、えー、内容は以上にしまして、あ時間が一時四十五分ですがどうしますか。一個読みますか。出稿回が二時間でしょ。じゃギリギリ、はい、短めのだと、ね。短いの。はい一つ読みます。うん、えっとこちらは私はハイネコの感想です、はいえー。体験記というコメントです。 私はハイネコを読み、最初は独特の文章についていけず、頭にすんなり入ってこなかったのですが、二度目は短歌のような感じで読むことができました。短歌はい。はい、なぜこの小説を書こうと思われたのか気になるところです。しかし、僕らの国会を見ていて思うのは、青山さんの実体験、話が面白く、事実は小説より気なりというか、青山さんの生き様自身がドラマチックで物語的なのでは、ということでした。 一生懸命なものは人の心を打ちます野村監督の話や書籍と通じるものを感じます、うん、睡眠は人間にとって最大の薬であるとのことなのでお体を大切に願います次は今休国にチャレンジしてみたいと思いますという感想ですありがとうございますありがとうございます, <laughs> すだってスイミングはスイミングは睡眠ですあ、スイね <laughs> いね、すいません、寝なきゃいけないと思ってるんですけど、はい、頭痛くても眠たくてもとにかく仕事を終えないと迷惑かか,かる人も多いので、はい、僕もねさすがにこの治療術はちょっと心配になってきました、はいね、今までないことがちょっと頭痛とか起きるんで、ね、頭痛全然起きないタイプなんだ、うん、これはサインだよねそうですね、危ええ加減しなはれっていう、はい、なので最低限の睡眠はとってください、はい うん、じゃ、あください。はい、<laughs> では、次の会議に <laughs>。はい、はい、<laughs> では、皆さん、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。